木更津東インターチェンジは、千葉県木更津市下郡にある首都圏中央、連絡自動車道のインターチェンジである。東金インターチェンジ、JCT 木更津東 IC 間は、当初2009年度に開通予定であったが、工事の遅れなどの理由により2013年4月27日開通となった。ここから、浮島方面は片側2車線、つくば方面は、 茎白岡ジャンクションまで暫定に車線となる。a b 2 0 1 3年2月21日、記者発表資料県王道の東金 JCT から、木更津東 IC 館が開通します。国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所、東日本高速道路関東支社2013年2月23日閲覧、平成18年度供用予定の県王同心 IC 名称は、 木更津東 IC、県王道木更津東 IC、木更津ジャンクションは3月21日に開通。国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所、東日本株式会社関東支社千葉工事事務所。2017年1月9日閲覧。2月1日実験開始、道の駅が高速道路の立ち寄り施設に県王道木更津東 IC から道の駅、 木更津うまくたの里への一時退出。国土交通省関東地方整備局。東日本高速道路株式会社。2020年1月17日閲覧。高速道路からの一時退出を可能とする賢い料金の実施について。国土交通省道路局。2020年5月3日閲覧。ありがとうございます。